どうも、ローソビーフです。ということで、まあ、いつもの通り、またメッセージいただいたんで、マモンさん、ありがとうございます。まあ、総合、まあ、ありがとうございますということでね、いやいや、こちらとしてもね、もう強いっていうか、もう総合していただけるだけでね、まあ、ありがたいんでね、で、まあ、俺の、その、なんだ、この動画、まあ、まあ、お知らせ読むだけかよ、みたいなね、ことなんですけども、ほんとね、もうその通りなんですよね。この動画は別になんだ?もう何回も言ってますけども、もう、絶度とか、その超難易度、アビーコードだったらあれをクリアできるとか、そういう動画じゃないんでね。まあ、ヘボい、なんだ?パーティーで、まあ、やっていくよっていう、まあ、感じのやつなんでね。まあ、そういう感じで、まあ、見てってください。んでね、ちょっとまた話逸れるんですけど、あの、総合に関してね、あの、結構総合してくれる人がね、あの、動画説明欄にね、なんでしたっけ、あのコード書いたら、結構ね、してくれるんですけどもね、これがね、もうレベルがね、マックスなんでね、なかなかね、できないんですよ。これ、ね、52? フォローリスト52、52までしかできないんで、これ、結構ね、来てくれるんですけど、なかなかね、できないんでね、ちょっとレベル上げてったら、なるべく総合、新しくね、していく人、総合していこうと思うんで、そこをね、ちょっと本当に申し訳ないです。つうことでね、まあ、とりあえずもう今日はもうお知らせ見ていきましょう。で、もう、ゲルドフェスはもういいや。グランプリ限定、特別セールで登場ということでね、まあ、みんなありがとう。11月7日15時59分まで、第2回クロベズセールグランプリ、ミカエラ、ファム、リベータ、がね、まあ、特別セール仕様としてね、まあ、登場すると。まあ、SS クリスタル割引中。どう、なんでこれ。で、新限定 SS、精霊降臨、なんだこれ、新ウィズセレゲン、エルメルフェゴール、ミナカタケノカド、ラパパファミリー、もうわけわかんないんですけども、なんかこれ全部女の子かな、この左側のやつも女の子なんですかね。もう女の子かな、右側の子はちょっとね、なんか見た目的な、ヤンデレ的な、あれが含まれてるそうな感じもするんですけども、まあ、これがね、新しいセレゲンで出てくると。まあ、これそうなんですけども、どっちかっていうともうこっちだよね。もうこれ、もう、違う、ちょっと疑っちゃうよ。早すぎでしょ。1ヶ月も経ってないんじゃないの?もうできちゃうんだっていうね、まあ、感じですけども、リベートがね、まあ、下出してますね。でも、ハムちゃん1位。で、まあ、ちょっとエロい感じでね、エッチな感じで、ミカエラさんはね、控えめな感じでいますけども。で、まあ、雷ガチャであると。で、まあ、まあ、この辺も、まあ、一応読みますか。まあ、ウィズセレクション SS パレード、まあ、いよいよスタート。クリスタル割引&雷ガチャも同時開催。今回は第2回黒ビズ精霊グランプリトップ3に輝いた精霊の特別仕様版として、グランプリ限定特別仕様、特別精霊、ファム、ミカエラ、リベータも登場。ウィズセレクション SS パレード開催期間、2014年10月31日20時から、11月7日まで、ということでね、今、まあ、1週間、まあ、割引もね、同じ期間ですね、1週間。まあ、なんでね、もう今しかね、もうこれ出てこない。前回のね、3000万ダウンロードの椿葉月とかね、あれもまあ、もう出てこないんですけどね。もうこれに関しても、もう今、この1週間でしかね、7日間でしかもう出てこないんでね、もうどうしても欲しいっていう人はね、もうこれ当てるしかないです。今。で、まあ、いきなり SS。もうこれももう何回も言ってますけども、まあ、SS この期間だけ出ると。で、まあ、新精霊。まあ、このさっき言ったファムちゃんとかと、このね、3体がもう新しく追加すると。で、新セールのステータス。これ、ガチャ動画の方で見ますか。あれ、こっちで読んでってもしょうがないんじゃない。で、雷ガチャは3日まで。なんか3日間。うん。これ、専用ガチャってあんまり回したことないんでね、よくわかんないんですけどね。で、まあ SS パレードとは。まあ書いてますけども、まあ期間中、クリスタルガチャにウィズセレクション限定精霊が複数登場し、
さらに一部の精霊はいきなり SS の状態で獲得のチャンスがあるイベントです。登場精霊については、まあ、お知らせにてご確認ください。特定の精霊の確率がアップするイベントでは、まあ、ございませんと。いうことでね、まあもう知ってる人がまあ結構多いと思うんですけども、まあこの期間でしか手に入らない、普段ガチャしても出てこないこのね、で、お方たちがね、まあ出てくると。いうことで、まあプラス、いきなりね、普段は S とか もしくは A、のあんまり出てくるキャラクターが、まあ S だったり、まあ SS で、出てくるということでね、まあこの期間しか回す意味がないんじゃないのかなっていう、普段プラスこのキャラクターが出てくるんで、普段回せるよ。多分おそらくここでね、とかこのウィズセレクション中に回すのがまあ普通、まあなんじゃないですかね。でまあね、これ特定の精霊が確率アップするっていう昔あったんですけどね、なくなっちゃったんだよな。でね、またこれ小さく書いてるんですけども、特別仕様版精霊のプレゼントについて、第2回黒水精霊グランプリ、トップ3に輝いた、ファム・ミカエラ・リベーターの特別仕様版精霊は2014年10月31日16時に、当選者へのプレゼントの配布を完了いたしました。ということでね、これがね、プレボーに入ってるらしい、当たった人は。なんですけどね、俺見てないんでね、ちょっと俺もう見ましょう。で、まあ、入ってないでしょう。でも入ってないと。いうことでね。まあこれ、あとはもう、まあね、これ、まあ当たんないですからね。まあ、どれなん、3000名でしたっけ ?1000 名ずつだから、3000名まあ当たんないですよ。もうよっぽどの確率じゃないとね、当たらないんでね。まああれなんですけども、まあこれ、まあファムちゃん。ファムちゃん見ます？でも SS と、まあ天井に咲く、一輪の花、ファムリリー。HP2449、攻撃2321。で、アンサーが、オンスロート、パフューム。5問連続正解で雷属性味方の攻撃力を超極大アップ。で、スペシャルがパラダイスエフェクト。味方全体のスペシャルスキルの発動2ターン入る。なるほどね。もうこれ、もう今ね、もうこれ流行ってますからね、この、なんだ、連続正解で、バイキルトっつうのが。なるほど。で、これもね、もう最近、急に流行り始めたね。流行り始めたっていうか出ました。発動2ターン。んで、あれはパネブに、しかもうね、コストダウンがない時点でもう強いよな、これな。しかも術師攻撃力200アップとかもこれとかもすんげえ強いじゃん。これファストスキルあるからこれもあれなのかな、魔導杯なのかな。ちょっとね、よく上の段のことはよくわかんないんでね、なんとも言えないんですけども、まあ普通にイベント連れてっても強いでしょうね。いいなスカートめくってますね、これ。これちょっとやばいんじゃないですか、これもう。パンツがもうギリギリな感じも しますけどね。ねえ。いいね。いいですね。欲しい。で、これがなんか新精霊。ふわふわのなんか真珠、ラパパファミリー。HP2447。攻撃2321。で、アンサーがラブリーファルフォルム。雷属性味方の攻撃大幅アップ。で、スペシャルがやんわり親子の力。敵単体の攻撃ターン3ターン遅延。なるほどね。まあ、大幅アップだからおそらく 1.3 倍かな。で、まあ、敵単体。まあ、最近はね、スキル反射があるんでね、その個人のね。あれをかわして、できると。まあ、これに関してはね、SS、なんだ、ウィズセレクション追加しただけなんで、次のウィズセレクションでも出てくるんでね。まあ、別に、ね、焦って当てるっていう言い方もおかしいけども、運なんでね。別に当てようとして当てられるわけでもないんで。まあ、これ今回出なくても、まあ、大丈夫です。もうファムちゃんに関しては、もうこれに関してはもう今、もうさっき言った通り、もうこの一週間で当てるしかないんでね。もうこれはね、欲しい人は。いや、欲しい人はっていうか、もうこれ、欲しくない人いないですよ。いや、いいわ、いらないわっていう人、いや、いないですよ。そんな、ありえないでしょ。この時点だと、すげえ強いからね、これ。で、雷じゃなくて、これのね、リベータとか。で、ミカエルさん。
なんて読むのかも全然わかんないな、これも。ミカエラ・セラフィムと。で、アンサーが、浄化の功なんとか。3本連続成果で敵の数に関わらず、敵全体ダメージ極大。で、スペシャルが、わかんねえな、QI。